张景空用 AV 标签害而被霸凌，苹果日报大朋友们，苹果日报的朋友们，大家好，我是苍井空。欢迎日本前 AV 女优苍井空来苹果做客啦。她年初闪婚 DJ 老公 NO 十一日不仅首度在台合体，更开心宣布明年春天将升格当妈。现在呢，就让苍老师来揭秘婚后生活吧。これ一人暮らしの時と同じというか、まあもちろん一人が一人いるので、安心感みたいなものは増えましたかね。なんか楽しくて、その笑い合える家庭みたいなことをすごく思ってたので、まあ彼とはそういう形で過ごせてるなとは思います。まあこう妊娠をして、本当つわりで辛い時に何でもかんでも本当にやってくれたっていうのもすごく本当感動でした。そのまあ多分彼がすごい大きな心で。私を支えてくれてるからだと思うんですけど、いや本当に優しいんですよ。でなんかこう怒ったりもしないですし、何でも美味しいって食べてくれます。点数つけても100点満点です毎回苍井空就是在放闪没错，但别看他这样，内心其实有不少担忧还在部落格写下。对孩子来说，拥有曾是 AV 女优的妈妈是否等于不幸呢？以后遭受霸凌几率绝对很高，但我还是想有自己的小孩，因为我和大家都有相同愿望。更喊话以后会扮演好妈妈的角色，不让孩子受到霸凌，看来已经做好心理准备了呢。娱乐动新闻，来年には新しい命が生まれてくると思うんですけど、相変わらずな青空でいきたいなと思います。これからもよろしくお願いします。新道道子はチャオ。报道。